絵画骨董買取プロ秋華堂の江夏です。絵画骨董買取プロでは美術品の評価査定買取を行っております。はい、こちらはジャポニズムとアールヌーボーという、こちらもかなり古いんですが1981年の兵庫県立美術館ですねで開催された美術展の図録でございます。はい、こちら表紙絵ですね。はい、ジャポニズムという言葉ですけれどもヨーロッパにおける日本の美術非常に影響を与えたということで19世紀半ばからですね、日本美術かなり紹介されました。そして大きな影響を美術界にもたらすこととなります。平面的な色付けですとか力強い輪郭線ですとか大胆な構図、例えばこちらのロートレックのアリスティッド・ブリアンというこちらですね有名な作品ですけれどもこの作品なんかも非常にこういった大胆な構図を使っておりますね。そして、サロン・デ・サンというアルフォンス・ミューシャの作品があるんですがちょっとここ上空からは出たこちらですねサロン・デ・サンこういった装飾的な文様を描き方かなり日本美術の影響を受けているかと思われます。これなんかもう一目瞭然広重の世界ですかね。はい、こういった興味深い展覧会がございました。はい、ぜひ、美術全般版画作品、アールヌーボーですね、はい、ロートレックやアルフォンス・ミューシャなどの版画作品、探しておりますので買い取りいたしますのでこちら LINEQR コード登録いただけますでしょうか。まずはお電話でご一報ください。絵画骨董買取プロでした。